中学生ジャンパーがしのぎを削るジュニア組で力を発揮したのが中学3年の岡部凛太郎。長野オリンピック団体金メダリスト岡部貴信さんを父に持ちます。その1回目、この組唯一の130メートル超え。続く2本目もトップを守り、今大会初制覇です。一方、青年組は国内大会2連勝を狙う葛西紀明が登場。1回目4位につけ、迎えた2回目。伸ばしてきた、ビッグフライト。51歳とは思えない大ジャンプで一気に首位に躍り出ます。この記録を超えられるか。青年組ラストジャンパーは札幌出身の佐藤圭一。最後の最後でレジェンドを超えるビッグフライト。今大会悲願の頂点に輝きました。